is home, but there's a feeling in my bones, like a part of me. 写真がどっかに行ってわからなくて申し訳ないです。本当に揚げたてが美味しいのでぜひ行ってみてください。ガリンコ号、名の通り氷を割って進む船だそうです。このガリンコ号に乗れると思ってきたんですが、残念ながら乗れる日の日程が決まってるみたいです。後で日は確認して明日とかであれば乗りたいと思います。日付は長いので割愛します。海洋交流館からバスが出て往復で乗ることができます。無料です。帰りは頑張って550メートル歩きますわ。帰りですか。はい。あ、ここにもガリンコ号あるんですね。はい、はい、あ、そうですね、はい、まず最初に海中展望塔に降りることにしました。果たしてどんな光景が広がるのでしょうか。いや、面白い光景でびっくりします。地下の海底パークですが掃除しているということで、まず右手の方に撮影コーナーということで、フリーウォネに捕食されてみようということで進んでいます。終了です。次に流氷洞窟に入ってみたいと思います。流氷の天使クリオネとあります。交通界で1月から3月見ることができる神秘の生物クリオネというふうに書いてあります。それでは洋上部の4階に向かいます。展望台からオホーツク海をぐるっと回ります。本来であれば青いブルーの海が見たかったんですが、たまたまここで写真を1枚いただいたので、その写真を載せたいと思います。写真の提供ありがとうございます。交流館からはちょうど1キロあるのでバスに乗るのがいいと思います。この広場はキャンプが無料ということで、多くのキャンピングカーや
テントを張った方がいらっしゃいます。トイレ、水道等の設備は十分に整っています。今晩、私も車中泊しました。夜景を撮りに大山山頂園のスカイタワーに行くことにしました。紋別町、紋別市、大山山頂からオホーツクスカイタワーの展望台からの景色です。なかなかいいと思います。ここでしばらく粘って夕焼けと夜景まで撮ってみたいと思います。夜はこのスカイタワーは9時まで営業しています。夜景を楽しめるスポットだと思います。紋別の夜景です。夜は久しぶりに中華料理を食べてみました。7月13日朝の朝食です。いつも通りフルグラですが、ミルクホールで買った牛乳、そして バタークリームケーキ、ちょっと高めですが食べてみます。どんな味でしょうか。楽しみです。大津区漂流科学センターです。昨日休館だったので今日やってきました。クリネオがたくさんいてるのとマイナス20度の体験ができるそうです。ぜひ体験したかったので今日やってきました。お待たせしました。マイナス20度の体験です。館内はいろいろな楽しみ方ができる場所がたくさんあります。お子様連れでも十分楽しめると思います。竜巻に触ろうということなので手を入れてみます。結構風が来ます。昨日のオホーツクタワーでは1匹だけだったんですが、ここではほらこんなにたくさんのクリオネが増えてます。新しい新種が 2,3 匹いるということでだいぶ探して取ろうとしたんですがダメだったです。それではマイナス2度の体験に入ります。もう一度、いよいよマイナス2度の世界に入ります。やっぱりかなり寒いです。マイナス20度の世界、寒いです。また寒くなるんでしょうか。受付で防寒着を借りて入るので安全です。
いよいよ待ちに待ったシャボン玉体験です。それではシャボン玉コーナーに向かいます。もうマイナス2度、だいぶ寒くなってきたのでもう出たいと思います。よいしょ。本日のご来館誠にありがとうございます。ご来館のお客様にご案内申し上げます。漁業、さかなクンも来てるんだ。流氷科学センターにあるパムールの鐘を鳴らしに来ます。この方向にパムールがあるそうです。その願いを込めるといいらしいので、海洋公園全体を見回してます。